はい、どうも皆さんこんにちは。カエル TV のカエルです。今回はクリエイティブでまた作っていきたいと思います。パート2。では、行きましょう。なんと。どうも、ドブに愛され、ドブを愛したカエル、ドブガエルです。では、今回もドブガエルと一緒にやっていきたいと思います。レッツゴー。今回は家作りで勝負していきたいと思います。ホッキョクグマ、言い過ぎだ。お前、ふざけんな。では建築の方を始めていきます。その前に私は一人称に変えさせていただきたいと思います。ではやっていきましょう。ドブガエルさん、今日どういう家を作るんですか？今日は家勝負なんで、僕の本当の腕の力を見せてあげましょう。制限時間は8分でいきましょう。 OK ですか？ OK。ではやっていきましょう。よければ最後のコメントでどっちの家の方がいいかを主張してください。ちなみに8分間で作れる家にしてください。では頑張っていきたいと思います。まあドブガエルさんに負ける気はないんで、まあ長さは大体でいきましょう。まあこう見えて一応建築はね結構やってたんで、お城とか作ってたっていうのもあるんで、まあ自分で言うのもなんですけど結構自信ありますね。ドブガエルさん、自信の方はどうでしょう？いや、僕は現実でも勝ちの人生なんで、今回も勝たせてもらいたいと思います。どこが勝ち組で、おめえ雑魚組のどうだろう、ドブガエル。まあドブガエルには勝つんで、皆さん僕を応援してください。ドブガエルさんには反論できないそうです。なぜなら言葉があまり話せないからです。だそうです。なあ、ドブガエル。ドブガエルは反論がないので。皆さん、ドブをバカにしてはいけません。ドブにもしっかりした生き物がいますよ。ドブガエル、例えばなんだよ。言ってみろよ、ドブ野郎。言えねえじゃねえか。例えば、ドジョウとか、クソガエルとかいます。クソガエルって自分のことじゃん。ブーブーブー。おい、またドブガエルなんかやってるよ。今何やったんだよ、爆発してたけど。ちゃんとしてやれよ。まあ勝ちは見えてるけど、一応ちゃんとやってほしいかなっつうのがあるんで、やれよってるだけです。決してドブガエル応援してるわけじゃねえかな、みんな。僕ドブガエルに負けてほしいもん。まあみんな僕に入れるんだよね、そりゃ。いや、またここまで信頼してきた僕は、それ裏切るようなことはしないよね。まあリスナーはいい人たちって知ってるから、まあそういうことしてくれんな、知ってるよ。まあよろしくね、リスナーさんたち。ドブガエルさんもリスナーになんか説明する、まあ、説明することないだろうけどね。水原さん、僕は一人だって勝てますから、応援しなくても大丈夫ですよ。そういうの言わない方がいいよ。後で悲しくなって泣いたりしないするんだよな、どうせドブガエル。やめとけ、今のうちに応援してくださいってちゃんと言っときな。ドブはそんな実力ないんだから、応援されなくても勝てますみたいな実力。ドブガエルやめとけ、今のうちにやっぱ訂正しますって言っとけ。それが運命だ、お前の。やっぱ提出しますっていうのは嘘に決まってるだろ。なんかいろんなとこで聞く言葉みたいなの言ってんじゃねえよ。カースカースブースブース、そんなのいきなり言われたって僕に響かねえんだよ。分かってんのか、カズやろ。皆さんってどういう YouTuber が好きなんですか？まあ俺みたいなやつ、そういううざい系キャラは嫌だよな。まあ多分昨日からの新ドブガエルだと思いますけどね。ドブガエルなんて名前的に人気ない、だって臭いもん。みんなもそう思うよね、ドブガエルより普通のカエルの方がいいよね。だから皆さん、臭いとか言っていてもホームレスに近寄る人いますよね。ここでホームレス出すってお前最低だぞ。
ホームレスに失礼で。ホームレスって頑張って生きてんだよ、このバーカ。反論できないおバカさん。もう反論できなくて困ってるんだね。皆さん、バカって言った方がバカなんですよ。来ました、またまた定番の言葉その1。バカっつった方がバカなんだよ。言い返せないやつの言葉。あら、ごめん。事実を述べて残念でちゃ。ごめんなさいね。事実を述べて。なんか文句でもある？ないよね、文句なんて。だって、文句言えないもん、君じゃ。そんなの分かってるよ、最初から。なんか不満そうな顔してるけど、なんかあんの？ドブ。ドブ野郎に反論したいこともありますか？ないよな、ドブはドブだもんな。この勝負で勝ったらドブガイドって解明すんの？まさかの。名前解明したりしないよね、ずっとドブガイドだよね。負けたら引退するとか言わなくていいの？では負けたら引退をしたいと思いますけど、皆さん引退させたくないので多分僕の方にやってくれますよね。それって脅しって言うんじゃね？引退させたくないっていう脅しじゃね？脅しして勝とうってなんてクソの極みやん。まあ脅ししなきゃ勝てないんだろう。皆さん知ってますか？勝ちは勝ちですよ。何そこでいきなり言いこぶっちゃってんの？勝ちは勝ち。マジありえねえんだけど。そういう並べることいらないから。僕の家がどう見てもかっこいいから。あと2分だよ、勝負は。2分でいけんの？皆さんこういうことは知っていますか？ピンチはチャンスだぞ。何？ピンチは何だって？チャンスだぞ。ダッセー言葉だな。ピンチが何だって？もう一回言ってみろよ、このカス野郎。ピンチはチャンスだぞ。ダッセー名前言葉ばっかり言いやがって。言いこぶってんじゃねえよ、バーカ。じゃあこのくせによく言うぜ。何がピンチはうんこだぜ。マジありえないんですけど、ここでそういうこと言わないでくださいね。ピンチはうんこだぜみたいな。お前の顔と同じで草。マジ草。草すぎだわ。ありえないほど臭いわ。皆さん今回負けた方には何かコメント書いて、負けた方がやるのでコメントよろしくお願いします。お前何勝手に決めてんねん。何かしっかり決めてさ、それやらせようとしてんねん。リスナーのことのこと考えるわ、このクソだろ。毎回毎回コメントコメント言ってどうすんねん。おい、自分もやろ。俺は考えてコメント言ってんだ。お前は適当に言ってんだ。ここをちょっと考えてほしい。あだぼうよ。僕は自分のことしか考えないんですか？みんなこういう人に入れない方がいいです。自分のことしか考えないとか言ってます。もうすでに言ってますから。こういう人を許せるのですか？なんだって僕の目標は神ガエルになることですから。クソみたいなこと言ってますよ。許していいんですか皆さん？こんな人を許していいんですか？ではあと10秒で建築を終わりにします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。タララータラララララ。では建築を終了したいと思います。自分もまだちょっと未完成な部分もあるんですか。では行きましょう。では最初の場所にドブガエルさん来てください。待ってください。でこっから私は一応三人称でやっていきたいと思います。皆さん、ドブガエルさんって話少ないと思いませんか？私は思うんですね。私みたいにベラベラ話す人じゃないと向いてないですよね。何がですか？こういう撮影にです。ドブガエルさんあまり話してないですよね、毎回。
建築に集中してるんですか。皆さん話してほしければコメントよろしくお願いします。高評価はいらないんですね。はい、じゃあドブガリさんの紹介からいきましょう。レッツゴー、うん、じゃあドブガリさん、商品これの紹介をお願いします。ちょっと待ってください。いやダメです、時間が来ています。視聴者様にご失礼です。何でしょう。まだこちらの方からどうぞ。ないでしょ。じゃあ行きましょう。私のお家はこれです。まあ皆さん僕の方で見てたと思うんですけど、まあ、これは中は儀式会場みたいになっており、外はなんと火でできている、まあ色鮮やかな家です。じゃあ次どこにあるんですか。ここにあるではないですか、この色鮮やかな家を。何勝手にホッキョクマ、ホッキョクマがかわいそうです、やめてください。ドブガリさんこういう人です、やめて。どう思いますか。じゃあ次にドブガリさんの家を紹介していきましょう。じゃあこの家の特徴は何でしょう。この家はローマ風のレンガの家です。ローマはレンガじゃありません。これでドブガリさんはプラスホッキョクマの家です。ホッキョクマは殺されてます。焼きホッキョクマの家です。では最初の場所に集まってください。このどちらかがいいかはコメントに書いてもらえればありがたいです。では今回はこれでお別れといきましょう。最初のところに来てください。ドブガリさん、では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 See you。 チャンネル登録よろしくお願いします。グッバイ。